どうやってニキビを治したらいいんですかというご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。ただですね、ご質問様のお肌状態を拝見していないのと、あとニキビというのはニキビの状態、ニキビの質、お肌の状態、お肌の質、ニキビの癖、お肌の癖、これまでどんなケアをされてきたか、これまでどんな生活を送られてきたか、そしてこれからどんな生活をされるかによってアプローチ方法というのは異なります。1000人いたら1000人分のアプローチ方法がありますので、一概にはお答えできもかねますが、ニキビがある方のですね、お肌状態の共通点がありますので、こちらをご説明していきますね。はい、共通点というのはズバリ表皮の体力の低下です。表皮というのは基底層、有棘層、下流層、角質層の4層になっていて、一番下にある基底層がですね、ケラチノサイトという赤ちゃんの細胞を生み出し、有棘層、下流層を経て角質層まで到達させて、角質層が赤となって剥がれ落ちて、でまた角質層がケラチノサイトを生み出す、これをターンオーバー、そして細胞分裂というんですけども、ニキビがある方や炎症されている方、お肌トラブルがある方というのはこの細胞分裂の機能をうまく果たせていません。皮膚の機能をうまく果たせていない状態です。でこれらをですね、うまく果たすためにニキビのお薬だったりとか、ニキビケアだったりとか、エステの施術、リリングとかですね、といったものではですね、なかなか改善することは不可能です。はい、でどうやって改善するのというご質問にはですね、答えさせて今からいただくんですけれども、一番大切なのは、まずプロにですね、お肌の専門家にあなたのお肌をですね委ねてください。はい、で理解してもらいましょう。今どんなお肌状態なのかっていうのをしっかり理解してもらった上で、今申し上げたお肌状態だったりとか、お肌の癖だったりとか、これからの生活だったりとか、今までのバックグラウンドですねに 100% 合ったスキンケアっていうのを提案してもらいましょう。で細胞に合った細胞を鍛えるためのスキンケアをしてもらいましょう。でその提案してもらったスキンケアを日々コツ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 毎日積み重ねることです。で細胞を動かすケアをですねしていくと、お肌状態というのは必ず変わってきます。で変わったらまたお肌状態に合ったスキンケアを提案してもらう。でコツ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 積み重ねていく。で一緒にプロと一緒に綺麗にしていくというのがとっても大切です。で今マイナストラブルがあってマイナスな状態をまずゼロに戻しましょう。で0から10、10から30、30から50、そしてあなたの目標値である 100% のお肌状態ですねに、到達するためにお肌状態を鍛えていく、肌細胞を鍛えていって、先ほど申し上げた細胞分裂なのですね、お肌の細胞をきっちりと機能させていくということがとても大切で一番早いです。はい。